ナビゲーターの石川優太です。今月号のゲストは俳優の西山幸弘さんをお招きしました。本当に手っ取り早い方法は、恋人を作ることです。まあ、そう簡単には恋人を作ることはできないと思うので、まあ、できることは、まあ、やっぱテレビを見たり映画を見たり音楽でもいいです。とにかく聞くことが重要かなと、まあそういう教材もありますけども、僕はそのシステムというか方法論は間違えていないと思います。本当に聞くことで、僕もアメリカ行ってから、耳は、だいぶ鳴らしていってたんですけども、もちろんその頃っていうのは、外国人の恋人がいたわけでもなく、やれることと言ったらば、自分の好きな映画を見に行くだとか、あとは、野球も好きだったんで野球の放送を見るとか、ドラマを見るとか、だんだんとやっぱその中で気になる単語みたいな、気になるフレーズ、言い回しみたいなのがあると、絶対なんか違和感というかくすぐられるものが出てくると思うんですよ。そこを何回も真似していって自分のものにする一番手っ取り早い、覚え方だじゃないかなと。聞いて真似する、聞いて真似する、聞いて真似する。それはだからもう本当に赤ちゃんが大人の言葉を聞いて喋れるようになるのと一緒だと思いますね。英語の発音ってなかなかできないものだと思うんですけども、はい、そのあたりの習得はどういうふうに行いましたか？これはやっぱりこれもレペテーションも繰り返しですね。一応向こうでそういった発音の先生に教わっていたんですけども、要はやっぱり何回もやらされた A っていう母音にはあとかえとかうとかっていろいろ種類がある中で、もう何回も言わされて覚えていくっていう感じだったので、習得ってやっぱり一番大切なのは真似することと耳で聞くことだと思います。役者はやっぱり海外に出てった方がいいとは思いますか？僕は思いますね。決して、日本だけが世の中全てじゃないというか、まだまだ世界各国にはいろんな面白い発想の人がいて、なんか変に日本で有名になってやろうとか、日本で何とかしてやろうっていうことを追わず、もっと自由にいろんなところに飛び出してていいと僕は思いますね。映像であっても舞台であってもということですね。はい、映像であっても舞台であってもですね。実際ニューヨークっていうところは人種のルスボっていうだけあって、いろんな人種の人たちが混ざり合って一つの舞台を作っていたりしてましたんで。西山さんは希望はされますか？いや、僕ももちろん海外にぜひ行きたいと思ってますし、まだまだはるか遠い夢ですけども、ハリウッドも諦めてませんし、いつかはとやっぱ思ってますんで。